スロベニア語アルファベットはスロベニア語で使われる、拡張されたラテンアルファベット。標準語ではわずかに修正された25文字の外式アルファベットを使う。Q、W、X、そして Y、U は外来語にのみ使われる。様々な書き方でのスロベニア語アルファベット普通、書くときには他の符号はつけないが、例外として音が似ている単語で意味を区別したいときなどには、 アクセント符号をつける。例えば、スロベニア語アルファベットには5つのボイント20個のシーンがあるが、Q、W、X、Y は、聖書体からは除外されている。しかし、百科辞典や辞書では、独立した文字として扱われている。それは、他のスラブ系言語の固有名詞に含まれる転写できない文字を表すためにある。さらに、とは、方言を表すのに使われる。 百科辞典では a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z の順に載せられている。そのため、ニュートンやニューヨークは、ニュートンやニュージョークのように翻訳されたりはせず、言語通りのスペルになる。しかし、 軍隊ではそうはならず、また、いくつかの地名も転写されている。平田語の他の名前は、他のヨーロッパ言語で使用されているのと同様の方法で本事されるが、一部はスロベニア語に合うように改変される。スロベニア語の文章では中央、東ヨーロッパの言語に対応している UT UT、UTF-8、UTF-16、ISO。 IEC 8859から2がよく使われる。126文字の ASCII ではスロベニア語で書かれた以下のような例を見つけることができる。また ISO IEC 8859から1では OCSZ にしている。DOS やマイクロソフト、f Windows では慣例としてそれぞれスロベニア語アルファベットに対応している。Tex での表記法は OVC。 vs, vz, v, c, v, s, v z, v, c v, s v, z としている。そのマクロバージョンでは c, s, z としている。ありがとうございます。